エスタディオ・ホセ・アマルフィターニエスタディオ・ホセ・アマルフィターニの1エスタディオ・ホセ・アマルフィターニはアルゼンチンブエノスアイレス自治市西部のリニエルス地区にあるスタジアム。サルミエント線のリニエルス駅の近くにあり、エル・フォルティンでリニエルスという愛称でも知られている。サッカークラブの CA、ベレス・サルスフィエルドとラグビーユニオンのアルゼンチン代表のホームスタジアムである。 ミュージシャンのコンサートなども行われている。49,540人を収容するが、アルゼンチンの他のスタジアム同様、全席固定座席ではない。スタジアム周辺の土地を購入する前、CA、ベレスサルスフィールドは、ビジャルーロ地区にあるグラウンドを賃貸して、ホームゲームを行っていた。最初のグラウンドは1932年に建設され、エルフォルティンという愛称で呼ばれた。 1940年にベレスがプリメイラディビシオンから降格すると、賃貸していたビジャルーロ地区のグラウンドから撤退し、1941年にはブエノスアイレス西部鉄道が所有していた、現在の土地を購入した。グラウンドはマルドナードゲ水道によって浸水しており、スタジアム建設は困難を極めたが、ベレスのホセアマルフィターに会長が建設を主導し、 1943年に、竣工した。新スタジアムは、旧スタジアムの木造スタンドを転用し、CA リベルプレート戦が、初試合となった。ベレスのフアンホセ・フェラールが8得点を決め、その他には、アンヘル・フェルナンデスとアドルフォ・ペデルネーラが得点した。1947年から1951年には、セメント作りで再建された。 会場から27年後の1978年に拡張工事が行われアルゼンチンで開催された FIFA フフワールドカップではグループリーグの3試合が行われた1979年にはコパアメリカ1979に使用されグループリーグや決勝戦プレイオフが行われた2001年には FIFA フフワールドユース選手権に使用され3位決定戦や 決勝戦が行われた。2005年11月、南アフリカ共和国代表がアルゼンチンを訪れ、ロスプーマスとテストマッチを行った。ロスプーマスは、ハーフタイム時点で20から16とリードしていたが、その後スプリングボックスに逆転されて23から34で敗れた。2006年6月のテストマッチ月間には、ロスプーマスはアルゼンチンで、ウェールズ代表と2試合、 ニュージーランド代表と一試合のテストマッチを行った。レッドドラゴンズとの一戦目がエスタディオラウルコンティで行われた後、二戦目はホセアマルフィターにで行われ、ロスプーマスが45から27で勝利した。この勝利は、レッドドラゴンズに対する最多得点差勝利となった。次週にはホセアマルフィターにでオールブラックスとのテストマッチが行われ、ロスプーマスは、 世界最強報国の一つに19から25で敗れた。2007年のワールドカップ前、ブーマスはアルゼンチンでアイルランド代表と2試合のテストマッチを行い、ホセ・アマルフィターにでのテストマッチには16から0で勝利した。2016年よりスーパーラグビーを戦うジャガーズも本拠地としての使用を開始している。2016年3月16日、 スーパーラグビー第4節ジャガーズ対チーフス、拡張工事以来、ホセアマルフィター2では、以下のアーティストのコンサートが開催された。コンサートの際には5万人を収容する。ウィキメディアコモンズには、エスタディオホセアマルフィター2に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。